はい、どうも犬島です。ジョジョの奇妙な冒険は何巻から進めればいいのかみたいな話をちょっとします。まあ、一部でしょう。アニメがね、一部から五部とかアニメ化してるから、昔に比べるとだいぶジョジョ読んだよって知ってるって人がね、増えてきたかなと思ってるんですけど、やっぱりまだまだワンピースとかドラゴンボールとかに比べるとね、読んだって人まだまだ少ないかなと思ってるんですよ。でやっぱり巻数が多いからよく聞かれるんですよ。進めるとね、ジョジョ何巻から読めばいいのとか、何部から読めばいいとか、やっぱり一部でしょ。わかる、みんなが言いたいことはわかる。それはね、3部かスタンドバトルが始まるから3部面白いよとか、5部はバトルがかっこいいから、キャラクターもかっこいいから5部いいよとかね、あとまあ7部からだったら8部追いつける話が一区切りするからいいよとか、まあ、6部進める人はめったにいないけど、1部ね、わかるよ、1部みんなが進めない理由、絵でしょ。だから1部進めるとみんなに言われるよ、ちょっと絵がなとか。それではもう絵を言うならジョジョ読まんってええやん。絵が独特すぎてって言うんだったらね、まあジョジョ読まなくていいじゃんって。1部なんですよ、1,2,3,4,5 の1なんですよ。ジョジョ0部っていうのがもしこの世にあるとすれば、ゼロを進めればいいけど、1部が一番最初の数字なんだから、1巻から読めばいいじゃない。関数が多いから、ジョジョの奇妙な冒険どっから読めばいいですか。1部から見たらいいです、1巻から見たらいいです。だって1って書いてあんねん、もう1巻読み終わったら2巻を読めばいいんですよ、2巻を読み終わったら3巻を読めばいいんですよって僕は思うんですよ。そこに行き急ぐ必要はないかなと。なのに僕はそこは理解できない。3部から読めばいいっていう人いるけど、それはさ、奪ってるやん。一部でジョナサンの戦いがあっての3部でさ、そこの歴史を見た上で3部を見るという感動を奪ってるやん、その瞬間。僕にはそれはできない。1巻から見たらいいんですよ。で、確かにわかる、関数は多い、だから時間がない、だからそんな人に僕は勧めます。1巻から読めばいいよ知らんよ、時間、お前の都合なんて知らないよ。お前はジョジョを楽しみたいと言ったんだから覚悟しろよ。それは1巻から読めよ。それはなんか関数が長いとか知ったことないよ。そもそもね、羨ましいんですよ。あなたは今初めてジョジョを楽しむんだと。ジョジョを初めて読んだ感動を一巻から味わえる人間っていうのは実は少ないんですよ。なぜかというと、第1話からジョジョを楽しめた人っていうのは、週刊少年ジャンプのジョジョ連載当初のリアルタイムの人がほとんどで、僕みたいなのとか途中の部から読み始めて、1部を遡ったと。だから一部から順番に楽しめる人間っていうのは、連載当初の人間か、今からジョジョを単行本で読もうと思える人しかいないのに、なんでそこでね3部とか進めちゃうんだろうね。でなんか時間がないっていう話あるけど、それも僕ちょっと理解できなくて、漫画読んでる時が一番楽しいんだからさ、こんだけもう1巻からさ、この60何巻までのさ、こんだけのさ間人生楽しめることが保証されてんねん、その人は。すでに羨ましくてたまらないよ。だってもう読み返した、俺はもう徐々読み尽くした人間たちは、それはもうあくまでも読み返すから読んだ時の感動には及ばないわけよ。だから結局それはさ、読み終わった後のさ、なんか徐々読んだ人になりたいって思うんじゃなくて、やっぱり徐々を楽しむっていう気持ちになれば、関数が長いことなんて関係なくないですか。まあ、ゴルゴをさ読むのにどれから読めばいいんですかって言われたら、それは話が変わってくる。こち亀を読むのにどっから読めばいいんですかとか、まあ、それはねちょっと話が変わってくる。僕も人間やから、大人だから間違いを犯してしまうんですよ。嘘をついたわけではない、まあ、あの辺は別に一巻から読めって言われるとちょっと疑問なところがあるという、まだまだ僕もちょっと修行不足かなと思いました。皆さんはジョジョ進めるとき何部から進めますか。こんなこと話したらなんかすごい言いにくいですね。まあ、何部でジョジョ出会いましたか、なんかその辺ちょっとコメントしてくれたら嬉しいかなと思います。ところで6部はアニメ化するんでしょうか。いろいろなご時世に、このいろいろなご時世ということと、あの手の内容が今このご時世で放送していいのかとか、いろいろ不安はありますが、6部アニメ化したら嬉しいですね。そんな感じの小話でございました。